皆さんこんにちは、森若幸次郎です。ニックネームはジョンです。日本とシリコンバレーを行き来して早いもので5年が経ちました。その前に私は19歳の時から単身オーストラリアに7年半留学をし、それからアメリカの方にいます。日本アメリカを行き来しながら、どのように日本の経済をより発展させることができるか、これをハーバードビジネススクールでイノベーションとリーダーシップを学び、日本の経営者の皆様と共に日本を盛り上げたいと強く思っていました。しかしながら、日本の大企業の経営者のマインドをすぐに変えることがなかなかできずに、5年前から私はどのように日本を盛り上げるかということで、若者の育成、そうです、スタートアップを支援している場所、世界一イノベーションが起こっている場所、シリコンバレーに住むことを決めました。バブルの頃の日本、世界のトップランキングで時価総額、ほとんどの名前が日本企業でした。今現在そのトップクラス、時価総額No.1から30を見ても、シリコンバレーから生まれたスタートアップが大企業になってます。なぜでしょうか。それは一つに、世界を変えるイノベーションを起こしているスタートアップがシリコンバレーから生まれる仕組みがあるのです。シリコンバレーではイノベーションのエコシステムが確立されていると言われています。そのイノベーションのエコシステムとは一体どのようなものでしょうか。エコシステムを作っている人、会社を作っている人、全員人です。どのような人が存在するのでしょうか。弁護士、弁理士、大学の先生、研究者、インキュベーター、アクセラレーター、投資家、投資家の中にもエンジェル投資家、ベンチャーキャピタリスト、銀行員など多種多様な投資家がいます。アーリーステージのインベストメントをする人もいれば、ミドル、レイターステージの投資をするプロフェッショナルのベンチャーキャピタリストもいます。デザイン思考が日本でもたくさんのところで学べるようになって、日本からもイノベーションを起こそうという声がここ5年で起こっております。数々の大企業の中でもシリコンバレーのようにアクセレレーションプログラムが立ち上がっています。しかしなぜイノベーションがまだ起こってないのでしょうか。それはシリコンバレーで実際にアクセレレーションプログラムを学んで、どのようにスタートアップを成長、短期間で成長させるかを理解したプログラムが少ないと私は感じています。今までシリコンバレーの急成長するようなスタートアップしかアクセレレーションプログラムで学べなかったことを、ここ日本でも経営合理化協会の皆様と一緒にシリコンバレースタディグループを発足し、誰もが、経営者の皆様誰もがイノベーションの起こし方、シリコンバレーのスタートアップのスケールの仕方をレクチャー型で学べる機会を作っていきたいと思っています。10月17日東京で皆様とお会いできることを楽しみにしています。ご来場者の皆様だけにシリコンバレーのイノベーションのエコシステム、そしてエンジェルインベストメント、どのようなホットトレンドにシリコンバレーのインナーサークルの投資家たちは投資をしているのか、そしてどのようにアクセラレーターと言われる存在がそのスタートアップを急成長するためのプログラムをやっているのか、これについて私が日本語でお話しします。ぜひ皆様、忙しい時期とは思いますけれども、ご参加いただけるようにお願い申し上げます。